どうも、オブエダです。パスカ TK と思います。はい、ハンツアップ。新しく、ゴールハンターがセンターフォワードでのプラス金徳として昇格されました。なので、今日はゴールハンターを取れるイベキャラの比較などをしていこうかなと思っております。まずはじめに、ゴールハンターの効果なんですけども、シュートの精度と威力が上がる。敵ゴールキーパーの心眼による軌道予測を打ち消す。で、フォワードの場合、必殺シュートを打ちやすくなると。3つの効果がございます。2個目の効果なんですけども、心眼は好調絶好調の時に軌道予測が出るんですよね。まあこれはね、変化系のシュートの時にかなり役立つんで、まあ今現状ストレート系が強いなと、ネオタイガーショットとか強いなと思ってるんで、そこまで、脅威を示しておりませんが、ブリリアントシュートとかとね、使うと結構いい感じな金徳となってます。そして3個目は、フォワードの場合、必殺シュート打ちやすくなる。まあ、これはね、初めからゲージが溜まってたりしますので、結構ありがたいです。で、今回、おそらくですけども、プラス金徳になることによって、一番上のものがどん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 強くなっていくのかなと。シュートの精度と威力がどん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 上がっていくのかなと思っております。はい。で、ここからは比較をしていきたいんですけども、ゴールハンターを取れるイベキャラは5体います。新しく出た、ロマーリオ。そして、旧バージョンのロマーリオ。で、あとは、若林、ボタンちゃん、で、ナルカネか。この5体がいます。で、ロマーリオ普通バージョンはもう混ぜちゃったんで、いません。はい。まずこの5体から比較していくんですけども、やっぱりね、一番使えるのは、まあ、一番新しいキャラ。まあ、これですね。ロマーリオはやっぱ一番使えます。まあ、通常バージョンと、この新バージョン、どっちがいいのと言われますと、まあ、金徳2つ取れます。まあそうですね、金徳2つ取れるならやっぱり新バージョンの方がいいかなという状態です。でも旧バージョンって意外と強かったんですよ。まあその理由はと言いますと、イベントで体力回復チャンスが2回あったんですよ。まあ1回は確定でもらえて、2回目は抽選って形でもらえるんですけども、それは結構でかかった。その面は使いやすかったですね。で、新しくなったことによってその体力回復イベントがなくなったんですよ。で、体力消費がもともと2個だったところを1個から3個選択肢と式となりました。なのでまあ少しは、ちょっときつく、体力的にきつくなりましたが、体力消費1個だけとなると、まあまあまあ悪くはないのかなと。そしてテーブルがね、何より強くなりました。得意練習頻度はね、最大4となるんで、まあ前線で使うならロマーリオはちょっと一歩抜けてるかなと形ですね。やっぱオフェンスタック、まあ、前線で使う場合ってセンターフォワードとか使う場合って、オフェンスタックを呼ぶっていう効果が多いんですよ。まあ、ゴールハンターがプラス金とか センターフォワードのみなんで、まあオフェンスが正義なのかなという形でございます。で、それでもう一体オフェンスキャラいますよね。なるかね。まあ、こちらもね、悪くはないんですよ。まあ、筋力がかなり稼げるので、ロマーリオと一緒に使って、これをブリリアントっていうのはちょっと使いづらいキャラとなっておりますが、得意練習頻度もあって、まあまあまあ悪くない。しかも回復イベントが1回あるんですよね。その辺も悪くないと思います。まあですが、やっぱりプラス筋力はいいんですけど、もう1個筋力取れるか取れないかっていうのは、今現状やっぱりでかいです。まあ、そこがね、そこがって感じなんですよ。やっぱ2金徳持ちと1金徳持ちって差がね、その分1ランクぐらい、金徳で変わってしまいます。特にエースの風格なんかはね、前線で使いやすい、ものなので、まあロマーリオ強いよね。でもロマーリオの場合、ナルカネと何が違うかって、まあゴールハン、なんだ、すいません、金徳取れることによって、エースの風格が取れることによって、シルフ、ハロウィンバージョンのシルフと使えないんですよ。かぶってしまう。なので、まあそういう場合はナルカネでもいいのかなと。モンスター候補ならばナルカネでもいいのかなと思います。まあ通常バージョンのシルフ使うのであればロマーリオでもいいけども、モンスター候補でハロウィンシルフを使うならばナルカネも選択肢に入ってくると思われます。で、それ以外にね、まあ若林、ボタンちゃんと言います。若林は一応2金徳ゲットできます。2金徳できる、ゲットできるので、悪いんですかと。思う人が、ちょっと謎に思う人がいます。まあ、これはね、まあ、2金徳目がね、ちょっと弱いっていうのはあります。ゴールハンターと刀匠っていう形なんで、刀匠がね、ちょっと、どうなのっていう金徳なので、まあ、微妙かなという判断する人も多いんですけども、現状、
まあ、2個目で、金徳2回で完走なんですよ。まあ、それは結構ありがたいんですよね。イベントを少なくするっていう意味では、若林はありだと思う。しかも、福イベはね、1個目で切れるということで、合計若林って自己紹介を抜くと3回しかイベントを起こさなくていい時があるんですよね。まあ、そうであれば、招き猫を持ち込まないサクセスならば若林もありかもしれません。でも、こいつにはちょっと弱点があります。まあ、先ほど言いました。ロマーリオの時で、とこで言いましたが、オフェンスでゴールハンター使いますよね。しかもセンターフォワードのみなんですよ。センターフォワードを作成するときオフェンスがいいんですよ。得意練習はね。ディフェンスメンタルなんですよ。それがね、ちょっと使いづらいかな。もともとゴールキーパーの SGGK がメインの金徳である若林なので、まあそれは仕方ないと思うんですよ。ゴールキーパーで強い若林なんで、まあさすがにね、前線では、まあタックは微妙かなと。まあいろんなタックを呼ばないといけないという広告が出れば、若林も活躍するかもしれませんが、まあ前線、ね、ゴールハンター取るならば、まあ現状、ロマーリオ、そして、ナルカデの方が一歩前かなと。まあ、南葛高校とか東邦学園に限れば、ワンチャンね、V ワードくれるんですよ。若林は。なので、まあ、入れないことはないんですけども、ちょっと厳しいかな。まあ、ロマーリオの方が上だと思う。まあ、しかも南葛高校ではね、トップ、センターフォワード、作りづらいと思います。なので、まあ、順番としては、まあ、今の高校を含んで順番としましては、ロマーリオ、ナルカネ、若林っていう順番かな。まあ、通常バージョンのロマーリオがいるならば、まあ、新バージョンのロマーリオ、ナルカネ、通常バージョンのロマーリオ、若林かな。まあ、ナルカネと通常バージョンのロマーリオはちょっとトントンかもしれません。で、もう一体、まあ、一応彼女キャラでも取れるんですよ。まあ、新眼、オア、ゴールハンター。っていう雨宮ボタンちゃん、まあこれはね、もう、彼女がもうどこの高校でも使いづらいっていうのがあるんですよ。まあ南葛高校でも彼女入れた方がいいんじゃないですかと言われます。ですが南葛高校の彼女って結局なところ選手権彼女なんですよ。なので合いません。しかもセンターフォード作りづらいです。そして東邦学園もう彼女は入りません。まあ彼女はね、一応対まあ、猛虎練習タイなんで、まあ、ありかもしれません。ありかもしれないんですけども、デートをね、5回行って、なお猛虎練習を、審議対10回ずつ起こすんで、結構しんどいんですよ。まあ、これがね、まあ、休むところで、しっかりと休めて、ボタンちゃんってそこまで回復、多いイメージないんですよね。まあ、回復が毎回ある、あゆちゃんとかならば、まあ、休む代わりに、デート行って、使いやすいかなと。あとは、まあ、タックも呼べる、まあ、スイーツとか選手権彼女ですよね。まあ、その辺は、まあ、南葛高、東邦学園でも使えるのかなと思うんですけども、ボタンちゃんはちょっと厳しいかな。選手権彼女でもないし、体力回復、ね、ないデートもあります。確か3回目と4回、5回目か、が体力回復なかったはずなんで、ちょっと辛くなっておりますね。まあ、彼女が活躍する高校が来れば、まあ、ボタンちゃん復活、っていう形になると思います。でも、金徳はね、現状、1金徳しかもらえない彼女ということは、使いづらくなってます。まあ、彼女を入れるならば、2金徳もらいたいかなと思われますので、まあ、ボタンちゃんも、ちょっと厳しいかな。まあ、この中では、一番ボタンちゃんが不遇な立場にいるのかなと思っております。まあ、ゴールハンターはね、こんな感じで、分かれるかな。まあ、ロマーリオが、やっぱり強いかな。でも、ロマーリオの強さって、まあ、確かに35で、得意練習頻度2あるんですよ。でも、まあ、一番強いのはやっぱ50ですよね。50使いたいです。借りさせてください。まあ、得意練習頻度4はやっぱり強い。まあ、ここは強いんでね、ちょっと自分は追うか追わないか、それかフレンドで借りるか。まあ、BSR のね、プラニまで行けたんで、まあ、追いたいなという気持ちはあるんですけども、ちょっと相談したいと思います。はい、まあ今回はね、ゴールハンターの比較させていただきました。皆さん、センターフォワードではゴールハンター、そしてテントリア、両方とも入れてサクセスするようにしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。